こんにちは。住民留福祉ということですけれども、なぜ住民留福祉を知らねばならぬのかということなんだけどね、あの今までの流れの中であるんですけれども、まず僕が最初に話したのは、今共助、まあ、互助でもいいかな、その部分の役割が非常に大きくなったということは、あの一つは、まあ、介護保険が行き詰まってきて、かなり重い人も地域に降ろされてきてるんでね、いろんな意味で、例えば介護度が厳しくなったとか、要介護、要支援1、2はもうダメとか、金持ちから取るとか、グループホームに入れれば月いくら払わなきゃいけないか、月15万ね、もう福祉は金になっちゃったね、そういうことでずっと皆さんの想像以上のね、思い方が周りにいます、いるんですよ。マップを作ると分かりますからね。でそれを誰が支えるかって言った時に、やっぱりこれからはもうそろそろ住民の手で支えないと。つまり公助っていうのはどうやるかというと、施設に入れることなんでね、簡単に言うとね、つまり住民をどこかのサービスの場に囲い込んでしまうという、他に方法ないじゃん、ね、しかしそれはもう今の福祉はやっぱり地域でね、人間らしく生きていきたいと、どんな要介護になろうともね、そういう欲求も高まってるのね、そういう欲求も高まってですから、もう施設に入りなさい、私も施設に入るよという時代ではね、なくなってきてるんですね。非常にこう、厳しい状況ね。そうすると、もうできるだけ住民の力を使わないと、皆さんも地域で生きていきたいならばね、地域に頼らざるを得ないわけよ。もう頼らないでいいなら老人ホームに入ればいいんだな。入れなきゃ有料老人ホームで金を貯めて、こんなことやってるより金を貯めた方がいいね。せっせとね、ということよ。本当そろそろ選択の時代ですよ。そうすると住民に頼らざるを得ないという状況はもういやおなく出てきてるんですね。で特に養子縁が 1,2 がもう切るということなんで、今全国のこの前申し上げたとおり、民間団体、在宅サービス、有償サービス、ね、シルバーサービス、いろんな JA、 いろんな連中がとにかくもう我々でなるべく受けようじゃないかっていう動きが初めて出てきたのね。これはね、数十年前本当にそうだったんですよ。これぞ民間ってあったんですよ。ところが長い間介護券が始まり、サービスが充実するにつれて、要するに NPO もどっちかというと、公的サービスの下請け団体になっちゃってね、ちょっと当てが外れたね。まあ NPO に対する失望ってのは今全国に広がってますね。あれはもっと先駆的なものをやるためのものなんです。本来はね、期待されてるのはね、しかし下請けだ、まあ、そういうことなんで民間がずっと長い間耐えてたんですけど、いや、かろうじて今回養子縁 1,2 を我々受けようではないかっていうね、14団体が連合して厚労省に話し込んでやるからっていうね、なるべく、しかし介護はやんなさいよ、公的はね、公助はね、介護はやんなさいよ、しかし家事とかね、そういう細かいことはね、なるべく住民がやるからっていうね、皆さん知ってるか知らない、もうこれはね、数十年来のめったにない動きだったのね、これはある意味で画期的ですよ。だからこれにお互い乗っていってね、共助の力、まあ皆さんと互助か力をね、今つける時期なんだね。その時に一番効率的な方法どうかっていう、どういうふうにやり方というと、住民が何もしてないわけじゃないわけですよね。すでにある程度やってるわけですよね。やってる、特にマップを作るときれいに分かるはず。一人暮らしの方はほぼ誰かが関わってますからね、いいですね。それはマップの時の時やりましょう。とにかく住民は何もしてないわけじゃない、そのやってる、かろうじてやってるのを掘り起こして大事にしていくという方が僕いいと思うんですよね。改めて例えば見守り隊っていうのを作り、こっちも見守り隊ってあるから、すぐ作っちゃうけど、あれね、簡単だけど、ああいう組織を作ってねやろうっていうにはね、かなりねエネルギーがかかるんだよね。一個作るのに、皆さんもやったことあるかもしれない、一つの活動を立ち上げるのに相当のエネルギーがかかりますよね。そんなことやってられないんで今ね。一番いいのは、例えば養護者一人一人に最低誰かは関わってるわけです。今ね、住民をバカにしちゃいけないよ、皆さんやってるわけですよ、ね、とそれを掘り起こして、おここまではやってるかと、ね、でそれを生かすことが一つと同時に、その住民のやる方に特徴があるわけですよね。これを僕40年間ぐらいずっと探っててきたの。住民や住民のね、助けのやり方があるわけですよ。それを僕もう40年ぐらいかけてずっと探してきて、
ほぼ間違いない。今日見ていただきますけどね、ほぼ間違いない。こういうやり方を住民にとってもね、その住民のやり方を今抽出しましたから、それを頭に入れて一緒にやろうと思ったらそれをやんなきゃダメよ。住民のやり方はね、頭に入れておかないと住民はそれ以外の方法は受け付けませんからね。厳しいよね、うん、いいですね。皆さんのやり方を押し付けたってね、ダメ。住民はね、頑固ですからね。今日見ていただくようなやり方以外はね、受け付けませんから、厳しいんですよ。だからこれを体得しましょう。そしたらそれだけ住民と一緒にやる方法が分かってきますね。だから今日はその住民の助けって一体どういうふうにやってるのかをね、見ていただきたいと思いますね。で、前回とのつながりですけども、前回、前回ちょっと休んだ方ちょっと手を挙げて。お、結構いったな。あ、惜しかったな。前回は面白いことやったんですけど、でちょっと配ってくれる？え、あ、そう、じゃあ今配るから、ちょっと、はい、どうぞ。これはあの前回10個についてね、あなたのお付き合いの流儀をやってやりましたね。とにかくね、あれを克服しないことにはね、助けは進みません。これ以上は今あの今日も朝日新聞見てたら、また認知症の問題ですね。みんなでどうやって徘徊してるのを探すかなんていうのを住民がやってるわけ。あれどこだっけ、今日神戸かやってるんですね。やってるの、しかしその時ね、あの裏に問題があるわけですよ。例えばちょっと変な人がいたら手出せますかっていうこと、皆さんね、そうですよ、出せないでしょ。だから笑っちゃったよ、もう新聞記者って分かってないな。あんな探す訓練とかね、徘徊した人 A さんとか言って、その人がブラブラしてるのをみんなで探すとかね、その時こうやって「ちょっとあなたおかしいんじゃないの？」って、できますか皆さん。今の日本でできないわけだよね。つまりもう認証を徘徊始めたら、手を出すとか気をつけるとか詮索するとか ね、そういうことはもうはしたないっていうな国になってるわけでしょ。だからこの10個を何とかしないことには、いくらね認証の徘徊のね探査システム作ったってね、そういうグループを作ってもね、ダメなものはダメなの。あ、分かりにくいね日本人ってね。この10個です。この10個をどうでもしないことにはね、どうしようもないです。あれは家族の問題もありますでしょ。だいたいご主人が、奥さんがボケたら完全に隠すわけですよね。もう困ってんだよこれ。この前見た通りね、もうオープンにした人なんてめったにいませんよ皆さん。夫がねボケた方が奥さんのこと、すいません、俺の感想ボケたんでよろしくなんてね、本当にないんですよ。逆はあるけどね。だからもう困ってるんだ。つまり助けを求めないとしょうがないんだよ家族はね。それもできないでしょ。だって新聞、この人って新聞もそんなこと一言も触れないもんね。助けを求めるっていう発想はまるでないでしょ。新聞見てください、朝日新聞、読売見てください、よくわかるんです。一つもないんだよ。それをやらないことには困ると我々福祉関係者言ってんだけどね。助けてって言えないけど皆さん手出さないでしょ、うん。つまりこの10個は何としてもひっくり返さないことには、いくらあんなことやってもダメだっていうこと言ってんだけど、マスコミもね、意外とこの10個並べて、多すぎるとかなんかなっちゃうんでね、1個ぐらいは取り上げてくれるけどね。で前回の何とか広げようと思ってちょっと作ってみたんですよ。でいろんな集会で、ね、配ってんだけどね、あんまり反応ないね。裏は私の話を聞かなかった人のために、ね、ごちゃごちゃ書いてあるので、表は、まあ、せめてこの6つを何とかしようっていうことなのね。例えばね、お付き合い市民お付き合い検証といってね、ほら市民検証ってあるんだ、森橋の市民検証、どこに入ってある、どこに飾ってある、市民検証、あそこにね、夜行ってね貼っちゃうのよこれをね、ゲリラ的にやってみたら、お結構面白いじゃないか、そう詮索しましょう、なんだあれはなんてね、あ助けてって言いましょう、おなんかこじ開けましょう、お面白い、え？そう、そこで実はね、あこの前言ったかな、あの長久手市って愛知県にある、変な聞いたことある、僕初めて聞いた、長久手市って公園行ったんで、公園喋ったらね、市長がこれに乗っちゃってね、もう一生懸命これを広報してるんだよ、少しで市長が、もうあのもちろん自分のホームページも載せたりとかね、なんで一生懸命やらせたら、うん、あの俺のやること他にねえからだからこれ皆さんも考えてみて、どうしたらこれが広がるか、うん、皆さん家に帰ってもう忘れた、それともやっぱりこれ真剣に考えなきゃならないと思いました。本気でこれ考えないとダメよ、これ10個ね、よく見てください。
ひどいんだから、全然これで手も足も出ない日本はね、今この状態ではね。ああどうした、だからマスコミ、もう一回僕もマスコミ送ってみようと思うんだけどね、この前送ったんだけどね。ああまあそういうことですね。皆さんもちょっと考えてみて、これを克服しないことにはね、助けの街を作りましょうって無理だって、そういうことです。はい、はい、でそれで今日はですね、住民はいてどうやって助け合ってるかを見ていただくと同時に、その中にこれをどう住民は克服しようとしているかがね入ってますんで、いいですね。そこが今日のポイントですよ。これを助けてって言えないとか、じゃあどうすればいいんだとかね、この前もちょっと喋りましたけどね、映像を見ながらわーってやりますね。ちょっといろいろな発想出てきますからね、よほど頭が良くないとねついていきませんからねもういろんな発想が出ますから、ね、だって僕40年かけて発見したんですよ。どの一つや二つじゃないです。しかし一つ一つ全部重要なんです。ついていけるかどうか、ね、脅かすわけだけど、はい、でいきますね。もう最初のはスパッパッとやります。今まで喋ったんだから、ね、いいですね。よく聞いてて、後で聞くからはい、まずはね、まあ、なぜ助かるかということなんですけど、これは言いましたね。要するに要援護者がお隣真ん中ねに頼まなくなっちゃって、右に行くようになっちゃって、頼まれないから、たまに頼まれても役所行けって言うようになっちゃったということだね。もともと日本人にこういう役所志向ってあります、あるでしょ。それは行政の仕事だってからね、まあ、すごいね、本当に強いね。いや すごいなった、ね、もうびっくりしたな、ね、こんなこと言っても脇が逸れちゃうんだけどね。ある時ね、 NHK がちょっとコメントしてくれって来たんだよね。で行ったらね、映像撮ってあるわけよ。何の映像かって言ったら、目黒区、東京目黒区でほらこの頃見守りにほらヤクルトレディとか、それからね、新聞配達、牛乳、いろんな、つまり訪問する人たちを事業所としてね見守りに協力してもらう、そういうのは流行ってるんですよ。今こっちでも茨城でも流行ってますね。その映像を撮ってきたんですよ。例えば新聞配達、あちょっと溜まってる3日間、やっちゃったなんてね。でそれについてコメントしろって言うんですね。おいいよって言うんでね。でディレクターがね、若いディレクターよ、いいですか、若いディレクター、ちょっと私が質問しますから、そこで答えてください。でそれをこうカメラが映すわけだ ね。で、はい、じゃあまず聞きましょう、木原さん何ですか、ね、なんで企業があんなことやんなきゃいけないんですかって言うんですよ。なんでってだって新聞配達でね3日たまってらね、誰だってやればいいじゃん、そんなことは役所がやればいいんですよって言うんだよ。驚いちゃって、そんだって新聞ヤクルトね、みんな気になれや通通したっていいじゃん、それぐらい企業やったって、そう思わない、いいじゃないですかって、おかしい、そんなものは行政やるべきだ。いやそんなこともいちいち行政やって金使ってやって、もう膨大な金かかりますよそれ、いくら金があってもいい、こう言うんですよ。意見が合わなくなっちゃって喧嘩になっちゃってでその話はやめましょうっていうことでやめたんだけどね。驚いて、こういうことが何回かあったね、 NHK とやり取りしてて、ディレクターと、なんだろうね、若い人ですよ、それは行政やるべき、だってね新聞配達が ね配達先の、ね、新聞にこう3日たまったらどうするぐらい、いいじゃんやったってね、そう思いません、やっぱり役所やればいいどう思いますか。いやもうと僕 NHK に出るために僕喧嘩になるのよ、また相性悪いね僕と、ね、ほんともう10回ぐらい出ましたよ、どっかで喧嘩してる、どう思います皆さん、これ妥協した方がいいの、おかしいよな、いかんいいじゃない企業やったってね、どこで教わったんだろう、ああいうのまだ30代のディレクターでしょ、行政があればいいって、そんなものは、はい、ということで、もう特に強いの40はね、でこうなってですね。でこれは見ましたっけ、前回見た、見てない、いいですか、これはあるもう大体マップってのは50世帯ぐらいでマップ作るんです、後で言うと次回言いますけども、人々は大体50ぐらいで生きてるんですよ、不思議なもんだね、つまり人間の生物学的な限界ですよ、50ぐらいしか分かんないっていうこと、100になったらもう半分50分かんないね、いいですね、そういうもんなんです。でこの周りにデイサービスなんて3つあったんでね、試しに聞いてみようって、このデイサービスを利用してる人誰って聞いたらね、こうですよね、見た、これ初めて見た、こういうことです、全部じゃないけどね、みんなデイだよ、私はパート、お母さんはデイね。こうなっちゃったよ、うん、
まあいいですね、まあ、詳しくは言えないですけどね。これはこれを見て初めて、あのこの線が出てる人が世話焼きなんですよ、ね、いいですね。住民には世話焼きさんがいるんですね。みんな学者なんかに言うと笑うんだけど、みんな笑うことじゃないんだけどね。例えばこの人は10本ぐらい出てる、十数本の人を面倒見てると思ってね。これが7、8人の面倒を見てる人、これが2、3人ね。ほらこういった7、8人いるでしょ。一つのご近所に最低して、まあ、ちょっとこれ大きい100世帯ぐらいだから、まあ、半分するとだいたい 4、5 名は世話焼きがいるんです。これが大物、10人ぐらい世話する人大物、5、6人が中物、これが小物って言いますけど、大中小を取り混ぜているんです。でこの大物がいるとね、50世帯で1人いるとね、もう助かるよ。皆さん、皆さんは見えてない、マップ作んないとね、世話焼きって見えないんです。私やってませんよって顔してるからね、密かに動いてるんです。これは水面下で動いてます。で問題はこれが要介護要支援なんだよね。と手がほら入ってないんで、ほらこれ入ってないでしょ、ほら入ってないでしょ、ほら見て。でなんでばあちゃん、これ80のばあちゃんなんだよな、なんでばあちゃんよ要介護なんて切ってきちゃうんだいって聞いたら、だってあの人たちはもうサービス入ったんでしょって前回言った通りです、ね、敵方に渡ったから我が方は手を引くと、こういう感じなんです。公助と共助は、公助と共助はこの関係なんです。これはね、学者はね、車の両輪につってんのよ。公助と共助はね、分かってないんだよ。地域は違うんです。公助が入ると住民は、共助は手を引くんです、ね、民生が入ると引くでしょう。あれと同じだな、あれと同じ。いわゆるボランティアが入ると手引きますよ。いいですね、そこをよくしとかないとね。見守り隊なんていうのはかっこいいけど、しかし見守り隊が行った分だけ足元の人はやらなくなるよ。そういうことを知らないでやってんだな。はい、いいですね。こういうこと、つまり手を引いちゃってるってことですよね。いいですね。これはこのやらなかったね。これはサロンに参加してる人ね。これがサロンの会場で、ここでこの地区でデイサービスを利用する人を聞いたらこうだね。重なってる人はいるかって聞いたら、これ一人でしょ。つまりデイを利用するようになるとね、サロンは入れてもらえないっていうわけだ。それが今ので、つまりあの人たちはもうサービス行ってるでしょ。何も私たちさん来ることねえじゃん。でなんで入れてあげないのって言ったら、自分の足で来れなくちゃねえなんて言うんですよ、みんながね。運んであげればいいじゃんって言ったらね、うちは元気な人の集まりなのってこうだもんね。弱った人はあっち行ってって、こういうことだよ。だから介護券もいいんだけど、こういう副作用ってあるんだね。それを知ってないと、これ僕しか知らないんですよ。他の連中学者知らないんで、これは今日の話は僕しか知らないですから、全国でもう一生が聞くことないじゃん。僕はここに来ることないから、本当です。これ こういう今日の話をする人は僕以外いませんからね、はい、でこれは言いましたっけね。で今の地域の状況、これでよくわからないね。つまり要介護3、4、5になったらどうするんですかって、講演の際僕言う聞くんです、みんなね。こう数百人いるでしょ。明日もちょっと神戸に行くんですが、250人の人にこう喋ります、ね、その時に皆さんが要介護3、4、5になったらどうするんだって、こう4つの選択肢を出すんです ね。施設に入る、入院、子供に引き取られる、とね、1年前はあの50人のうち45人が右端だったんですよね。前回言いましたね。あと1212で全部で50なんですね。もう間違いない。ところはこの半年ぐらい経ってからどうなったかというと、これはまずダメ。これとこれはまるで、今むしろ入所の方が二重丸になっちゃってるというね。つまり45名が自宅だったのが、そのうちのね、27、8名が入所に移ったね、この半年でね。劇的な変化ね。なぜか、この前喋った通りです。要するに家族は支えてくれない、地域も支えてくれない、方法は入所以外ないのよね。これ2つの支えがない、家族は無理だ、もうダメだ、地域もダメだ、ね、つまりそういう状況をあの察知しちゃったんだね、住民はね。つまりダメだっていうことよ、地域で生きていこうなんてね、それは無理ですよ。まあ そこから今始まってる。じゃあどうしたらいいか、もうしかし諦めるわけいかないからね。さてどうするか。で前回その助け合いができない大きな理由がその10個にあったという話をしましたね。
で、あれの中で、まあ、なんとかできるものはないかと、この6つぐらいをなんとかね、まあ、これが柱ですよね、あの中のね、右が困った側の場合はまず隠さない、助けを求める、迷惑をかけるけどすいません、この3つ、左は助ける側、とにかくは周りの人に関心で、あれ詮索するってことですね、詮索しおせっかいしこじ開ける。さて6つというとかなり、欲が深いんでね、まあ、とりあえず1個と納豆どれかって、前回言いましたっけ、やったっけ、言ったね、結局何だったっけ、そう右端なんだよ、これみんな全国同じ、まず隠さないか、まずすいませんうちの夫がボケましてんで言った途端にね、この前言った通り、そしたらそれは一種の SOS 発信の印であんな、ということは左の3つが必要なくなるって話しましたね。だって隠したりね、引き思ったりするから詮索しおせっかいしこじ開けしなきゃいけないんだもんね。だからまずオープンにしてくれればもう左の3つ必要なくなる、非常に楽になるよね、助け合いがね。と同時に助け合いの鍵を握るのはられる側であるということが分かりましたね。これが住民流なんですね。皆さんは福祉活動ってする側の主導権をすぐ主張するけど、地域は違うって言います。地域は当事者が主導権を持ってるんですね。これ皆さんはすぐには分かんないんで、これね頭じゃ分かるだろうけどね、なかなか分かんないんです。これもう今関係者も同じなんです。どうしても担い手主導に考えちゃうんですね。まあ今日1時間じゃ無理だけどねとにかく今日は理屈だけでもいいから、腹に入るにはね、まだ当分時間かかります。もう完全に皆さん担い手主導になってるんです。皆さん俺がやるお前を助けるんだから、俺のやりようにお前を助ける、こうでしょ。まあ言い方は変だけどね、皆さんはいつもそうなんです。人を助けるときは、だってボランティアって何、やりたいときにやりたいことを何言ってやんだって言ったよねやりたいときにやりたいことなんて、そんな勝手な、住民は何ですか、住民から見たらね、いいですか、変えなきゃいけない、やりたいときにやりたい、やりたくないときにやりたくないことをやらせられることを、つべこを言わずにやること、それがボランティアですよ。どうですか、あくまで当事者主導、これはちょっと無理だ、まあ行きましょう、次行きましょう、ね、はい、まずオープンにする、どうしたらいいんだっていう、ここからしますね。いいですか、意外なことが分かって、これ前回もちらっと言ったね、これは奥さんお母さんがボケたって大変なんで、会長にも言わなかったね、隠してたね、全くね、僕お前お母さんボケてんだろ、分かってかやなんて、何言ってんの、分かっていたよお前の動きはね、わけ分かんない、じゃあ北川もうチラシ作ろうって、僕も後ろからチラシつけたね、チラシ作ろうって、母ちゃんお母ちゃんのね写真入りの、だ嫌だって言って、最初嫌もうねだろって言うんでね、まあしょうがないって言うんでね、チラシを作ってね、後で配り歩いたんだよな。でその後どうだったって会長に聞いたら、なんと木原さん10人がうちもそうですって言ったと、10人がうちもそうでということは分かりましたね、誰かいやいいってことだよな、ご近所ごとにがいいね、またはまあ市全守谷市全域でいうのによほどの影響力のある市長ぐらいがボケてね、ボケましたって言わなきゃそれぐらい影響力の強い人がこれやるといいんですよ。誰ですか、影響力の強い人って、うん、そういうことなんで、いやいいんだよな、日本人って主体性ないね、主体性ないのがいいねで助けてと言えるか、まあ、これが日本人の、これがこれ見た初めて、これあの東京都内の孤立死のグラフですね、青が男、女がピンク、年齢別、意外なこと分かりましたでしょ。なぜいくつだと思った、孤立死って、そうでしょ、7、8言うとみんな言うんだよね、7、8だって男はもう生きてないよ孤立死はできないんだよもう女が生き延びてからは出てきてんじゃんでもね、圧倒的に50、60の男なんだね。なぜ元気ピンピンの50、60で死ぬのよ、これみんな分かんないんだね。いや弱って死ぬんじゃないんだよこれね、行き詰まって、正解もう食うものねえや、もうカップラーメン食い残した、食いのもうない、もうめんどくせえ、こうですよ、めんどくせえ、なんなの、つまり助けてが言えないっていうことなのよ、要するにこの裏にあるのはね、助けてくれ、男は言えないね、だから言ったでしょ、もう本当に皆さんもうマップ作ると出てくるよ、奥さんがボケた時の夫のやり方隠すんだよ、ボケてないっていうのみんな知ってんのにさ、
わしの感染ボケてんなことねえだろって言ってで入れないしね、困ってんだよ今地域は。男皆さん、皆さんの奥さんがボケたら皆さんこんなとこに来てねやるように介護する人もやっぱ男でしたね。これは中日新聞が調べたんですね。介護する側がされる側を殺した例ね、400件調べたらいいですか、 75% は男は女を殺してたのよね。これ他の調査がやっぱり 75%、 つまり4人のうち3人は男だっていうことよ、間違いないね。夫が妻を、息子はお母さんをですよ。なぜか、そうだ、同じですよ。ある時ね裁判があったんですね。50代の息子は認知症のお母さんを殺してね、で裁判になりましたね。で裁判長、あなたね介護に行き詰まった時、行き詰まった時ですよね、行き詰まった時に地域に支援を求めることをやんなかったんですかってこう聞くわけだ、裁判長はね。男は何て答えたか、そういうことは夢にも考えませんでした夢にも考えませんでした、笑っちゃって。つまり選択肢にまるまるないっていうこと。助けてくれが、助けてくれがない。女性はすいませんって言うと、すいませんちょっと買い物行きますんでちょっと見てて言うんでしょ。もう大きな違いだね。やっぱり女はね、なんだかんだって地域で助けはしてたわけでね。そうでしょ、それ大きいよ。男はやってなかったでしょ、ね、ねえ、これは大きいね。だからいいですか、神さんが要介護になることはあり得るわけだよね。皆さんも気をつけて、その場合にね、夫はね献身的に介護します。ここは危ないとこなんだね、まあ、誤解する元になるのはね。皆さん介護グループに聞くとね、ものすごい献身的に介護しますよ夫は。それで安心してると殺されちゃうのよ母ちゃん悪いけどもう行き詰まった、死んでくれ、俺は死なないけどってこうなんだね。だから安心しつつ用心すると、このあれが大事なんですね。みんなそうですよ。だからどうしたらいいか、だから僕この前言いました、地域デビューをさせておくんですよと、元気のうちに できれば皆さんが加入しているグループの人と知り合いになっておいてもらうんです。もうこれ一番大事と、あ奥さんちょっと大丈夫ですか、あ誰さんですか、じゃあ入ってくれってこう言ってくれるんですよ。普通入れてくれませんよ、やってみましょう。そこなのよ、もうこれ真剣に考えないと。これだから夫を元気なうちにね、地域デビュー、まず自分のグループの人たちと仲良くなってもらうこと、電話あっても受けてもらえること、仲間から電話あってもね夫に出てもらうこと、こういうことですよ。全然違うんだからこれいいですね。ということで、要するに SOS を発信できないという男、これが問題なんで今社会問題ね。でやっとこの頃マスコミは全部取り上げてくれたんで、助けられ上手さんっていうのはね、やっとです、うん、でいいですか、じゃあ助けを求めたらどれだけ助けてくれるか、これもちらっとやったと思うけど、うん、振り返りますと、このなんだっけ、まあ奥さんリウマチのすごい方で、まあ、入退院を繰り返してるから車椅子の旦那毎日買い物行く、毎日車椅子をしてくれってあなた周りに言ってるけど、10人に声かけて何人声かけて助けてくれるって聞いたら9人って彼が答えたんだよな。即座に答えたよ、10中9人は答えてくれるっていうから、俺信じねえって言ったの。そんなものは日本人がそんな親切とは思わない、本当なんだって彼は言うんだね。いや信じられないって言ったんだよ、ね、でじゃあ行政がやってくれたの、調査してくれたの、あなたは足元で困った人いたらどうしますか、でこれ3つなのね、こんな言った通りで、頼まれなくても助けちゃう、頼まれたら助ける、断る、この3つなのね。そしたらでピンクはなんだ、頼まれたらね、これ絶対当たるんだから、日本人はそうだから、皆さんもね。つまりこのうち黄色は頼まれなくても、これが意外と多いよね、4分の1はおせっかいだよ。そんなに言うとも、うん、これこそ信じられないね僕ね。いやこれ本当の答えだもんね、23%、まあ、つまり 25%、 4分の1は、4分の1は頼まなくても助けるって、皆さん丸する、僕しないよよほど勇気いるな。しかし 23% いたんで、まあ、これはこれとしてね、こちらが 72% なんでね、ほとんどは頼まれたら、これは分かるね、これはね、あと断るが 5% なんでね。つまりこう見ると 95% は助けると言ってるという、すごい日本ね。うん、この前言いましたけどね、これでどうして助けが始まらないのっていう、信じられない話だねこれね。
95だよ皆さん、もうほぼ全員が助けということは、僕社協に言うんだよね、もう助けボランティア講座なんかいいよってね、やりたければやってもいいけど、だって俺思いやりの心あるんだよって言ってんのみんな、そうでしょ、今さら思いやりの心っていうのは何言ってんですかね、あるよ俺はってね、で何が欠けてんだろうねということで、この前やりましたね、もう一つの注文質問をしてみる、ここでしないけど福祉大会なんで手を挙げてもらう、皆さん自分が困った時に「すいませんちょっと夫を車に運んで」なんて言える人を手を挙げてって言うとね、100人のうちどれだけかっていうとこうだもんね、こうですよ、つまりほとんど助けてくれが言える人がつまりいないっていうことよ日本では、で助け助けって言ってたから面白いね、で誰が助けてもらうんだよ、みんな助けたいと思ってる人ばっかりだよね、この中の72はもう誰もいないっていうこと、ほぼ 3%、 この中で1人いるかいないかなんして今日はね、そうでしょ、そういう感じで20何人でしょ、25人ぐらいでしょ、1人でしょ、今日1人か過労しているかいないかっていう話ですよね、助けてって言える人がつまりいないわけだよ皆さんもね、ほんなら 72% これいないのと同じだよね、そうでしょ、と頼りはあの黄色だよ、おせっかいさんがいかに大事かね、ところがこの人動くと出しゃべりとか言うからやっぱりやめたってこうなっちゃう、 95% が消えちゃってる今日本はね、まあ愚かな話だな、どうするよこれ、で方法はどうしかというと、一つがおせっかいを潰さないこと、これできるよね、褒めりゃ喜ぶんだからいいじゃない、これ潰すのがいるんだ、これ誰だ、女だろうねやっぱり、ね、音が言わないよね、だってね、女女性ね、でもう一つは何、みんな皆さんが助けてということなんですよね、それだけのことだ、前回言った通り助けてっていうね、いろんな、僕も仕掛けてますけどね、結構面白かってやりますよ、助けてくれ、もう本当は今日もね、これもあと何回やるの、6回、じゃあ毎回助けてってやりましょうかでちょっと今日やろう、どれぐらい言うか、しらーってしらーしらーするかな、やめと、しらっとするいや毎回言わせてるんですよ全国で、助けてもうこの癖つけんの、助けて、特に子供、そうね、子供ね、助けて助けて、うん、どうってことないって、ね、慣れますよそれね、つまり助けてくれっていうことはね、そんなにね、あの屈辱じゃない、これ別にパワーポイントあるんですよ、1時間半で喋ってるの、僕ね今日は喋れないけどね理屈があるんです、助けて助けられる上手さになるためにっていうパワーポイントありましたね、はいはい、で次いいですね、はい次いきますよ、ほらだから助けられる上手講座を開いてもらってるんですね、私は障害を持ってますけどこうやって助けてもらっております、私は夫を介護してますけどこうやって地域に支えてもらっております、こういう風にあるね、面白いでしょ、あなるほど、あ私も助けてていいんだなって怖なんで、ああいうことです、はい、ボランティア構成じゃないの今やるべきはね、いつか必要なのは思いやりの頃じゃないの、思いやりの頃は 95% あるんだよ今日本人はね、どうでしょう、ないのはほぼ誰もないのは助けてって言える人なんで、もう方法は決まり、助け合いを始めるためには助けてという以外ないということです、簡単でしょ、これを言うのは僕一人だってな、僕死んだらあとどうしよういや本当ですよ、言う人いないんですよ、どうする、皆さん言うか、僕が死んだら伝えますから、助けてって、だパワーポイントを貸してあげるからその時助けられる状態になるためってね、今貸そうと思って、もう貸してやんなさいってね、今鹿児島なんかでもねやりたいって、ね、もうパワーポイントを送ってあげるから、あとその解説の仕方も教えてあげるからね、もう広げようと思ってね、ボランティア講座じゃないんです今必要なのはね、違うんです、助けてくれという助けを求める講座です、ね、これ革命でしょ、ね、前回来なかった人どうですか、はい、ほらこれもこの井田さんが表彰されたらね、あなたは困った時平気で助けてって言うんで予定表彰しますっていうね、だからあの2月頃ね、あの須坂市に行きますと助け合い推進大会やってます、僕が変わった時に変えちゃったの、福祉大会を変えてね、助け合い推進隊で皆さんのようなリーダー級の 4,50 名が企画員で大会を仕切ってるんです、行政じゃなくて住民がやってる、そんなに寸劇とかね、助けられる上手の寸劇とかね、みんなシナリオをみんな書いてんだよ、あれんちね、で面白いんですよ、一回言ってみなさい、
で助けられ大賞って言いましてね、全国にインターネットで助けられ体験を募集して、その1等賞2等賞3等賞を大会で表彰する。そしてね、表彰の中でもこういうことも表彰したのね。で表彰状を見せてもらったのよ。ただ何て書いてあったかというと、表彰状次助け合い推進貢献賞って書いてあったんだよな。つまり福祉というものはね、助け合いなんですね。分かってるやって言ってる。これ意味深長なんだよ。これね、福祉とは助け合いであるってことなんですか。助ける側と助けられる側が共同することなんですね。千年ヘリクスだろうと思うわけ。大抵皆さん民生にしても困ってるのは相手が下手くそだからなんだよね。そうでしょ、ほっといてくれたらね。ほとんどでしょ、手こずらしてるのはられる側なんですよ、みんなね。だから活動する側非常に困ってるんです今。そうでしょ、全国もね。だからこの上田さんね、上手、すいません、あんたこれして、あんたこれして、あ、 お願いね、なんて、 ありがとうね、って上手にやれやね。つまりされる側とする側がちょうど強調してやることを助け合いであり、そして福祉なんですね。だから世話役さんと両方表彰してるの、ここではね。そうですね、そういうこと、助け合い推進貢献賞。つまり福祉活動は2つあるっていうことよ。この前言った通りね、一つは人を助けること、これは分かってるね。もう一つ、自分が困る状態が生じた時に上手に人をして助けせしめる、この行為、これがもう一つの福祉活動で、皆さんがまだやってないやつや。この両方やらないとダメだって話をしましたね、前回ね。両刀使いで免許改善、宮本武蔵ですよ、福祉は。で助けられ体験をしてなかった人は半分しかまだ分かってないっていうですね、福祉をね。どうしても助けられ体験しなきゃしょうがないね。はい、次言いますよ、急がないといけないね。そうするとね、例えば地域にマップ作るとこういう人が見つかるんですね。これは奥さんが車椅子の旦那を介護してるんですけどね、すいません、自治会長、うちの夫を今日病院に運んで、すいません、私ねストレス溜まってるんで、グループ入れて、私外に出られないんで、あんたとあんたうちに遊び来てね、あんたは車椅子をしてねって指示してんのよ、この奥さん。どうですか、これが福祉ですよ、住民にとっての。私が困ったら何が困ったかを知ってますね。そうですね、それを誰にやらした方がいいか、こちらがよく分かってますね。そうでしょ、そうでしょ、そう、一番いいのは当人がこうやってすることが福祉なんです。皆さんはこの青い方から福祉活動を見てますけどね、違う方から見てるんだ皆さんはね。いつも皆さん青い方から見てるんですよ、福祉はね。違う、住民は星印から見るんですよね、これは不思議で、これを英語で言うとセルフケアマネジメントって言うんです。ケアマネジメント、自分のケアマネジメント自分でやりますから、セルフケアマネジメント、これアメリカでちゃんとこう言ってるんですよ。障害者なんか非常にいろんな人を上手に使って、で手当てもらってるよね。そういうことです。福祉はなんと皆様から発するんじゃなくて当事者から発する、これは住民の発想ですね。そうするとどういうことが分かるかというと、これは死後2週間で見つかったおばあちゃんなんですね。もう民生が来ても手を挙げなかったしね、見守りボランティアでも手を挙げなかった。で死後2週間で発見された。でその後に僕がマップ作ったのは町内の役員とね、で人って誰かは見込んでたよ、つまりゼロじゃないんです。誰も見込んでないって人はいないんですよ、マップ作るとね。必ずね、人とあの人がいているんですよ。それを言ったんだけど、いないいないって町内の役員30分粘ったらやっと2人見つかったよ、この人とこの人だっていたんだよ、やっぱり。つまり助けてと言えないわけじゃなくて、言う相手が絞られてるという意味なんだよね、言ってるってことよ。問題はこの彼女が助けてくれって言った相手と、彼女がうまくいかなかったんだとかって言うと、この右の青い人は最近引っ越してたんだよ、これでアウトだよ、引っ越してたので、なんとかうまくいかなかったかと考えたら、こういうことがあるんです。いいですか、こういうことなんです。実は民生が言っても戸を開けなかったから、民生を手離しちゃったんだよね。ダメ、私が言っても戸を開けない、ほら担い手主導でしょ、民生も担い手主導、私はあんたの担当なんだから、私が言ったら戸を開けなさい、ほうでしょ。地域は違うんです。いいですね、変えないと民生、民生にこれ言ってるんです僕。いいですか、つまり担い手主導で決まってるんです皆さん、しかし地域は違う、私が見守る人は私が選ぶの、私はあの二人だなってこうだよな。で、なんかうまくいかなかったかな、どうしたらいいんですよ。そう、民生委員ですよ。あの人は青がいることは知ってる、だって町内会役員してたもんね、あの二人は。すいません、私民生委員なんですけどね、私言っても戸を開けてくれないんですよ、あの人ね。あなた戸を開けてもらったんでね、何かあったらお願いしますねって言っときゃね、民生委員さん、今度私引っ越すことになります、ああ残念ですね、今までご苦労さまです、まああとは何とかしましょうと、こちらがね、
つまりこれから関係者は、ね、関係者私が言っても東亜系とあることじゃなくて、住民当事者は誰を見込んでるかを調べて、その人をパイプ役にすると、こういうことだよね。僕民生でこれ言ってるの、どうですか。方法を変えなさい、担い手指導は変えなさい。で、あと事件起きるよ。必ず誰かを見込んでるんだから、皆さんね、探す気があれば。これだって30分かかったけどね、いないいないって言うんだよ、みんなね、知ってるくせにね、なんだろうな、いないね、いないよ、キャラじゃんって、いないはずないって言って、この人と、この人とって、あ、ハス向かいのあの人だ、ほーらいた、そしたら、あっちもそうだって始まったんでね、いるんですよ。つまり、いるのを探してあげる努力、これが担い手指導じゃなくて、当事者指導のあり方なんですよ。丹念に探してあげること、この根気がないんで、今の関係者、え、いねえやねって、ダメだ、あいつはなんてね。もうって、ね、俺が言ったって手を挙げてくんねえんだよな、ね、もうけしからなんてこうだよね。そんなこと言ったらもう絶対解決しませんよ。昭和ね、住民は当事者指導なんです、ね、そこが分かんないとダメなんですよ、うん、はい、次いきますよ。もう住民流やったんですよ。住民流、住民流は相性です。相性なんてふざけんなって言いたいだろうけどね、しょうがないじゃない。これね、いいですか。この赤が一人暮らしね、赤が一人暮らし、青が老老、緑のあの二人が大物世話焼きね、まあ70世帯ぐらいです。70世帯ぐらい、この二人優秀ですよ、この緑のね。ここで何が分かったかというとね、食事サービスなんでしょ。例えば養子縁1人は食事サービスの分がないとダメなんだよ。食事サービスどうやってるかというとね、これお裾分けをされてる人、お隣から。例えばね、面白いんだよ、このじいちゃんが、このじいちゃんが80歳ね、男、毎日この人からフルコース系の料理をもらってるのよ。フルコース系だよ。ね。ほら、10人ぐらいですよ。個別、個別、1対1。つまり普通、皆さん食事サービスって言うとね、はい、食事会開きますので、皆さん集まって、公会堂でね、はい、食えなんて、はい、いただきますね。こうでしょ？住民はそういうの嫌なんです。皆さんも嫌でしょ？集められていく。俺も一人暮らしの木原さん、今日はあの食事会なんで招待します。嫌だね、私は行かないね。勝手にまとめたがるってのはやる方の主導でしょ。めんどくせえや、まとめちまえ、みんな来い、こうでしょ。10名です。どうする。一対一です。相性の合う者同士でしょ。相性です。相性の合う者同士は一対一、個別、個的、個人的、私的、私的な行動ですね。で、これがなぜいただけるかっていうと、お分かりの通り、これがお裾分け、あ、いや違う違う、これも位相のお裾分けだ。これ青青見て、見えた、いいですか。これはこの人はね、ほらどっか連れてってもらってんでしょ、車でね。なんて書いてある、あ、買い物に連れて行くんだって。つまりこの人を、この人がこの人を買い物に連れてってあげる、車でね。でもう一つ、よく見て、見えた、一番上右、この人は下が赤い人を病院に連れてってあげてるのね。これ移送サービスでしょ。1対1、相性の合う同士ですね。見た目って移送サービス、 NPO 移送サービス、サービスよ。そういうのはやんないです、地域ってね。あくまで1対1に仲のいい者同士が。で、その代わり、いいですか、病院に連れてってもらって、帰りでレストラン入っておごるのは赤い方ね、お返し、お返しが行われて、ほら、いいですか、これお返しやってるの、ほら、お返しをやるからいただけるね。そうでしょ、そうでしょ。そう、地域はね、双方向になってるんですよ、厳密にね。だからボランティアっていう発想は受け付けないの。いいんだよ、俺はボランティアだから見返りもらわないのって、冗談じゃない、私はどうすればいいんだよってね。だからボランティアっていう発想は地域社会で受け付けないね、うん、地域。だってこういうことありません。私の隣、近藤さんってんですよ、これ内緒だよ。木原さん、何で近藤さん、昨日仙台行って笹かまがってきたらどうってもらうでしょ、神さん。3000円級だな。とりあえずお返しができないからザルだけ返そう。返すまで顔は合わせにくいな。早く旅行行かなくちゃ。やっと近藤さん、昨日北海道で鮭買ってきたら買ってきたらどうぞざわみあれ、これでプラスマイナスゼロだと。今度近藤さん、これ5000円級だ。5000円引く3000円、2000円、ちょっと顔合わせにくい、木原さんと早く旅行行こう、こうでしょ、どうでしょう。皆さんそういうと知ってるわけだよ。つまり地域では一方的なサービスは困るんだよね。全部お返しがあって当然そういうになってる。何がお返しをできる方法を考えてあげないとね。
やないと止まらんようにいいですね。もうこれ厳しいんです。だからね、助け合いって、ね、意味が助け合い、まさに助け合いですよ。そうでしょ。愛ということは、うん、こちらももらうんです。で当然ですね。そうやってプラスマイナスゼロになること、地域は厳しいんですよ、こういう点はね、うん、ちょっとだって今の3000円と5000円でも違うでしょ、だいぶ ね、もうね、近藤さん、神さんの顔見れないよ、しばらくに2000円でね、まあ、そういうことなんですよね。そういうことで、皆さん、僕が言うと何となく分かるんでしょ。つまり皆さんも住民なんだよね、どっかでね。そうでしょ。それがこうやって活動家でこうやって真面目な顔を着てきてると忘れちゃうんだ、住民であることをね。今今日は皆さん住民ではないな、どちらかというと関係者だ、ね、でしばらくうちに帰ると住民戻るけど、その時は僕の言ったことは忘れてると、うん、だから皆さん住民が半分あんだよ、皆さんの場合。それを思い出すことです。ただでボランティアでもらえる、ああもらえないでしょう、ね、いやで集まれて集まりますか、一人暮らしだからって皆さん嫌ですよ、しょうがないじゃないね。とか集める側になると、なんで来ねえんだろうな、なんであのじいさん全くしょうが可愛げがないなんてね、こっちがせっかく会食会開いてあげたのに来ねえなんて、なんだって思ってるんでしょ。皆さんもそう思うでしょ、うん、だからそうでしょ。いつもられる、この話もしたっけ、これ一人暮らしの認知症のおばあちゃんですね。一人暮らしの認知症のおばあちゃんで、何分で今、ああ急がない、ああ一人暮らしの認知症のおばあちゃん、いいですか。地域をなんとなく見てると、ただこれだけのところになっちゃいます。これだけ。しかしね、マップを作ると何が見えてくるかというとね、こうですよ。だいたい一人暮らしの認知症の女にはね、だいたい10人以上は関わってます。地域はね、だからこれがね、皆さんにぼやっと地域見るとこうでしか見えないのよ。なんで見えると思う？そう、この辺りの5、6人のおばあちゃんに集まって、あの人も世話した、あの人も時々お土産持ってってるよって、こう言うと全部足すと11本なんだよ。それをマップって言うんです。だから民生で一人作ってもどうしようもないの、これね。一人で作ってもダメ。たくさんの人を作れば作るほど線が増えて、なんだ11人世話やる、なんだ結構このまま支えられてんじゃんかって、こういうことですね。だから地域ってそういうふうに見えてくるんです。だからやり方があるんです、マップにはね。それに乗っ取らないとダメですよ、絶対ダメよです。ということで問題は、おばあちゃんがこの青い11人の悪口言ってるってことなんで、悪口をね、助けてもらってるくせにで、なんで悪口言うのさあ、知らないけど全員の悪口言ってるってね。じゃあ悪口はない相手はいないのって僕聞いてみたらね、これ商業多機能ホームが作ったのマップをね、ここで僕は作ってないので、いない、この他にいないの、あそうだそうだ、この人の悪口は言わなかったかなって思い出したんだよね、マップ作った人が。でこれは何しに来てんのって聞いたら、青い人がいろいろ持ってくるのを持っていっちゃう人です。でおばあちゃんをあのレストランとか洋服屋に連れていっちゃ高い買い物をさせてんだって、食い物をしてんのよ明らかに。この黄色い女だけおばあちゃんはかばってんの、住民理由。なぜだ、分かる人、だって反対でしょ、ちょうどね、あの人ね。じゃあヒント、おばあちゃん何するか、あの黄色いことは、黄色い人、あの人ね、かわいそうな人なの、私ね面倒見てあげてんの、捨てんだ、本当だよ、食われてんだね。つまりいいですか、いいですか、これをまた担い手主導で見ちゃダメだ、いいですか、まあ、これ蹴りすよ、まずね。これを皆さんはどっち側から見た、青い方から見た、ピンクから見た、皆さん青い方から見てるな、けしからん、今いろいろやってきてあげてんのによ、ね、なんで悪口言うたらけしからん、ほら青い方から見るとそうけしからんなって。で今度ばあちゃんの方から見るとどういう感じする、皆さん想像しないと、想像、11人の人が毎日来るんだよ、これあげる、あれあれぐるって、あそうですか、ありがとうね、なんて言える、たまらんよ、これプライド、なんかプライドあるんでしょ、地域に住んでる以上皆さんプライドはパンパンですよ、張ってますよね、すいませんすいませんで11人に言わなきゃいけないんだよ、皆さんこれ正常な感覚でいられないよ、皆さんそう思わない、そういうことよ皆さん。だからそれ、そんな11人ももらうのっていうのは考えたら偉い人、その人は思ったくないですよ、お結構いいじゃんかなと思ったんですよ、たまらんよこのばあちゃんな、唯一可愛いのはあの黄色なんですよね。つまりこれは借金詰め、これ彼女か、これ逆、そうでしょ、資本でしょ、ということで、だから相手をられる一方にするなっていう、こういうね、いうことはもう絶対ルールですよ。
そんなことはね、僕が言うのは変な話なんだけど、皆さんは分かるはずなんだけど、どっかでね関係者になっちゃってるんだ今ね、うん、普通の先人、それ大変だこれ、11人助けてもらえ、どうするんだよって先プライドなんて普通思わない、思わないってどっかおかしいよこれそうでしょ、どこでもおかしくないですよ、だって皆さん平気、すいません11クレおばちゃんこれで、キレさんこれで今日もねみかん取ったからあげる、これくんくんのようかん取ってあげる、いい加減にしろってきたよ、もちろんな、そう思わない、それはおお結構いいじゃんかなと思うな、青いおから見たんだけど、はい次いきますよ、これ見てよ、もうこれも正常な人、この前言ったっけ、これもね、これ右朝日新聞の投資なんですけどね、私はデイサービス勤めております、神戸市垂水区ね、これから神戸に行くんだよ僕は、はい、ある時89歳の利用者のおばあちゃんがつぶやきました、ありがとうすまんなばかり、ごでもう疲れたよってか、この人は正常な感覚だな、つまりデイサービス職員がこういう言葉をね聞き止めることができるかだな、おそらく分かんないんだろうな、サービスしてあげてんだ喜べってこうでしょ、そうでしょ、サービスしてあげてんだ喜べってでしょ、もうお帰りもいらない、見返りもいかないんですよ、ただただもらえるんですよあんたね、まあ、介護保険料払ってますけどね、あもういいんですよっていうね、まあ、もらえないだから安心してもらえなさいと思ってるんですよサービスはね、ところはにわからんや、ありがとうすまんなばかり、だからおばあちゃん言ってね、お世話になります、今日もすいませんね、職員の方いつもすいませんねって言ってんだよね、これが正常の感覚ですよね、そうでしょ、そしたらもういい加減にしてくれだよ、もうくたびれた私はもうお願いすいませんすいませんっていうことにね、で彼女は何したと思う、それはまずいと思いました、そこで私は上司の許可を得てまだ乳児の、ね、娘を連れて出勤し始めました、この子おばあちゃんこの子面倒見て、あいよ喜んじゃったんだね、私もする側なんだね、これよ簡単でしょ、こんなこと当たり前なんだけど、これが分かんない、俺たちはあなたを助けんだから喜べ、もうこれ一本やったもんな、だからあのサービスの体系ってあれすごくいいように見えるんですよ皆さん、いやいやあれはされる側から見たらとんでもない体系ですよあれね、私はどうすればいいんだって強くない、私はどうすればいいんですよ、される一方でいいんですけど冗談じゃない、こうでしょ、そういうことだから皆さん、サービスが良かった、サービスってのはね問題なんですよ、これはそう簡単にハハなんて受け入れちゃダメですよ、サービスなんてね、くせ者ですこれサービス、本当ですよ、この前言わなかったかな、あのデイサービスセンターでマップを作った話したしない、聞いてない、はい、デイサービスセンターに行ってね、7、8人ばあちゃんちいちゃん集まってもらったね、いいですか、でまずご自分のうちどこ、あ俺んちここだ、あ私んちここねってこう印するわけだよな、お結構おじいちゃんおばあちゃん近いじゃないか、で普段で週何日って大体1日か2日なんでみんなね、でほとんど地域にいるわけでしょ、そうでしょ、あ男はあんたと近いけど何やってんの、何かやってんでしょってみんな答えないんだよな、誰も黙ってんだよ、黙ってんの、何も答えない、なんか私の質問がまずかったですかね、ちょっとまずい、いやそうじゃないよ、なんか答えてくださいよって言ったんですよ、どういうことなんですか、地域でつまり行かない日何してるかよね、何かしてんでしょ、だって1週間のうちわずかね行くのは1日か2日ですよ、あと5日か6日地域ここにいるんだよね、何かしてんでしょうかなって言ったんだよね、そうでしょ、答えてください、しばらくしたらある男は何だな、まあ地域にいるだけ、うん食っちゃねえ食っちゃねえそうこうしてるうちに例の日になるよ、例はいいとこだよ、これで分かった、それでははーって分かんなきゃダメ、例は何をしてんだよこのじいちゃんに、被災も置かない扱いだな、これしましょう、次はもう泳ぎ、次は具体力、次はないです、次は風呂入りましょうね、うん、もう儲かってるんだよな、おあそこはいいとこだと思うわけだよな、しかし人間はどうなるな、人間は自立意欲がなくなっちゃうわけだ、そうでしょ、でそれだけ死体もお金扱いを一日しといて、あと6日間地域で自分で生きろってのはこれは残酷だよ、おどう生きれんだよ、どう生きれんだよ、24時間待ったね人間はな、やめてくれ、あ、まあ、もう一日増やそうってこうなるでしょね、サービスってのはそういうもんです、だからなるべくサービスをしないで自立させることが本当の扱いなんですね、そうなります、皆さんもそうなるのよ、人間は楽は好きだからね、どうしようもないこれはね、人間はそうなってるんです、そういうことです、ね、だから同じようにしてこういう人は慣れてくるともう諦めちゃう、途中で諦めちゃうな、いやもうやれてやれてまあいいんだよね、やれてらいいんだよってね、
まだ妥協してないんだこの人はね。妥協してないんで、まだいい時だよね。他はみんな妥協して、もうこれでいいや、楽ちんだよ、また明日をね、なんてやってるわけですよ。やってるわけですよ。もともと皆保険の精神って皆さん学んだでしょ。皆さん勉強好きだから。自立支援なんですかあれね、体系のね、自立支援の体系だったのよ。知ってる人は知ってるよ。もうみんな忘れちゃってるけどね。自立支援の体系なんです。僕は最初笑っちゃったけどね、ふざけんなと思ったけどね。まあ学者がそう言うんだからね、そうなんだろうと。自立支援ってことは、ではなるべく早く帰りましょう、ではやめ、もう3ヶ月でおしまい。やってるとかやってますよ。自立、早く早く来なくていいようにするのがデーなんですよね。ところは楽でしょ、無事で。なんでそうなっちゃったと思う。企業が入るとそうだね。あ、面白いでしょ、このうちの企業面白い。あ、面白いね、こっちが面白い。あ、もう全員あのね、賭博型、キャバレー型なんてどんどん広がってきましたね、今ね。面白い、あっちが面白い、あっち行こうなんてね。もうなんだこれ一体ね、福祉じゃないよね。だから福祉っていうものはあるんです本当に。企業知らないね、事業所は悪いけど知らないね。面白いけどいいんだろう、俺たちの方がうまいだなって企業はね思ってるんですよ。でマスコミがそれを煽るからね、お賭博型なんて面白いじゃないね、自立ってのは違うんですよ。人間としてね、こんなところにいるもんじゃねえと思ってね、これ自分で自立して生きていく、それを育てることなんですね。無理だよな、まあ、事業所に悪いけどできないね、まあ、そういうことです。今どこまで来たっけ。だからこの人はまだ正常な感覚を持ってんだよ、持ってたん、たまたまね、それに応えたんだね。その神戸の職員も偉いな、お願いします、ね、これをこの前言ったと思うんですけどね、男の方が認知症になるとどうなることがあっていう話を皆さん しましたっけ。若年認知症だよね。もうしょっちゅうこんな話ありますよ。あなた、なんだよ、もう私も今日忙しいからね、今日で行ってくれる、嫌だ、私だってあんたの介護で忙しいんだからね、今日ぐらい行ってよ、嫌だ、どうしたら行ってくれんの、ボランティアなら行くって、こうなんだな。冗談じゃないよ、あんた利用者だよって。じゃあ嫌だ、すいません所長、うちの夫ボランティアなら行くって言うんですけどね、なんとか言い終わりませんじゃあね、重度の方の面倒を見るっていう形にしましょう、利用料いただきますかっつってね、でやってるんです、みんなね、それでやってるんですよ。俺はボランティアに行くんだ、まあ薄々半分は嘘だって分かってるんだけどね、しょうがないじゃん、そういう。つまり人間はされる一方っていうのはダメなんですよ、人間はね。そうでしょ。それをされる一方であるデーサービスというものをね、こんなに作ってそれが喜ばれてるっていうのはいいような社会だな、これな。どっかタガはんでる、タガ外れてますよ、そうじゃないんですね。だってだから気の利いたデイサービスを皆さんこのも言ったかな、町田ですよね、町田にデイサービスセンター看板、なんか公務店だったよね、公務店看板デイサービスセンターだよ、公務店で職、利用者全部あの紺のほら公務員の公務店の服ね、あれで会社に行くとガチャン、タイムカードだよ。おお、思うでしょ、ガチャン、あ俺働いてんだと思うでしょ。で名刺もらってね、で何さん、なんで今日はあの保育園になんとかの修理にいておいよって、ここでどうちゃんと会場にがついていくんだよ、認知症だからね。まあこれは本当のねサービスだな、サービスと見せないの、見せないの、いかにも俺は働いてん、俺人の役に立ってんだ、あどっかおかしいけど、ね、ちょっと苦労するんだよ、苦労の夫婦の仕方が分かんねえ人は分かんねえ、分かる人は分かってんだな、そういうことですね。だってね、まあ、これ言っちゃったら時間ないからやめな、次行こうだからどういう苦労するか、福祉に見せない、これが住民流の根本ですよね。いかにもやられたっていうように見せない、いかにもやったように見せない、どうするか、これだよ、これが、働き、いいですか。例えばね、一つ言うかな、後で出てきます、もう忘れちゃうからね、今のうち、じゃあその時よ、はい、じゃあ次行きます。地域はいいですか、おせっかいはなかなかできませんね。ところがさっき言ったように 23% いるんだな、実はな、地域、そうでしょ。あの人をね、少し自由に羽ばたかせればかなり有望だな。人を助けたくてうずうずしてるわけですから、つまりいるんですよ。つまりやりたくない、また勇気のない人はほっといて、とりあえずいいの、とりあえずその 23% を受けばだいぶ違うでしょと、ね、この全体50世帯を仕切ってるのはこの A さんっていう男の世話焼きよ。これ町内会長、そういうことは関係ないんですよ。これね、地域は実力主義です、転生主義なんです、生まれ持って資質を持った人がやるんです。
班長とかね町内か関係ないの地域はいいですね、こうクリアできないとダメね。 A さんって男の方、お前何でやってあげちゃった、俺何でやってあげてんだって、まあ大体男の性癖ってね大体見えてきた、女性的ね女性的やっぱ細やかな精神である、相手の細やかなこの困りごとのちょっと見えるんだな、やっぱり女性的じゃなくて無理なんだな、みんな女性的ですよ男の性癖ってね。でこの全体式ってのはこれで、でもう一つ彼が点々引いたのこれ小ご近所、小さいご近所ね、ほら12345010世帯は4つの、まあ、10世帯ちょっとの小ご近所に分かれてて、それぞれ中型世話機がいるんだな、これ大物でしょ中型世話機、なんと彼は毎日中型世話機を巡回してたのよ、何かあったか何かあったかって、上回り同心江戸時代の何だかなかったかいなかった、あれ大変だね、毎日足を棒にされるからね、自陣番小屋をねずっと巡回するんですね、あれは彼やった。どうするといいですか皆さん、民生委員さんはこれをまあ4つ5つ持ってるわけだな、50世帯よね、そうでしょ、とここはもういちいちこの養護所のうちね、養護所のうちいちいち行くことないんですよ民生はね、もうそれ言ってんの、もうここに行きゃいいのよと全部教えてくれっから、もういいのせで、じゃあ A さんお願いね、いいよ、ただしこういう難しいもんだんだけど、あそれは一緒にやりましょうって言われる、それだけのことですね、楽でしょう、マップ作れば、マップ作ればよね、だからもうここにも行ってもいいけど、もう大体これで分かります A さんで、だから非常に民生に楽になりますよこれからね、これをやれば、だから僕にね、この青いところに一人一人行くのをフォワードって言うんですね、フォワード、これは小物の世話系やってますから、小世話系やってますからね、いいんですよ、だからあの民生は A さんの後ろにいればいいんだよね、うん、はい、いいですね、次行きますよ、世話系とは困った人いたら気になって気になって飯が喉通んないって人ですねみんな同じこと言ってるよ、みんな同じこと、皆さん気になって気になってしょうがないって、そんな気にならないでしょ皆さん普通の人なのいつか飯が喉を通らないってもね、僕父ちゃんもねで見つけたらどうするんだって言うと、必ず次よ2番目よこれよ、即刻動くっていうね、これですよ、動かない人はダメなの地域はね、いいです、動く人、すぐに動く人ですよ、だって相手は困ってるでしょ、そうでしょ、だからすぐ動いてくれる人を好きなんです、うん、当然見込まれますよね、だから地域は世話焼きで成り立ってるね、皆さんもうやってますから心配しなくて、やってますから皆さん、これを後押しをしてもっと大きな問題とかね、そういうものを一緒にやっていく、これが皆さんの役割だな、はい、次いきますよ、地域は天性主義、生まれ持っての資質である、それはそれじゃなきゃ無理で、だって相手は放っとけとかね、うるさい連中でしょ、引き込みと、あれを上手にニーズを見つけて、ね、それを助けてしまうっていうのはもう高等戦術です、皆さん世話焼きやってるのは難しいんです、社会福祉士なんて取ったってどうしようもないよね、難しいんです、これも親から受け継いだんだろう、みんなね遺伝子ですよ、世話焼きの遺伝子ね、でこれはね東京の西東京市でマップ作ったの、あのひばりが丘って知らない、西武線のあの駅の近くなんですね、でこの2人の世話焼き、上が大物、下が中物か小物ね、この2人のマップって、だってこの2人ってこれだけの面倒見てるわけよ、この範囲よ、やっぱりこの範囲なんだね、うん、やっぱり範囲が決まってるんです、これ以上は分かんねえってね、いいですか、こうでしょ、で問題はおばあちゃん、上のおばあちゃん78だったなんて時ね、あなたもいずれ死ぬんだけどその後どうするのって聞いたの、このねこの下の赤い人だけじゃ無理、どうするんですかあんたって言ったらね、大丈夫だよ、親から世話焼きの性格を受け継いだ子を4人見つけたから今英才教育してるって、うん、これは間違いなく世話焼きになる人なのね、あの親は知ってます、自分の子供で誰がね自分と同じ世話焼きの性格を持ってるか知ってますからね、うん、だから本当に市民大学講座やるならね、そうやって探した方がいいよ絶対間違いないんだからこの世には、何させてやったらリーダーさせたりしてるのね、小さいうちからねリーダーシップを取る訓練とかね、でもつまりものになるわけよこの世には必ず、でおばあちゃん、あれおばあちゃんの子供3人じゃなかったなんで1人なのって聞いたらね、いや後の2人はダメだって、あの子だけ受け継いだって私の性格知ってんのね、厳しいんですよ皆さん、ね、ということです、転生主義です、だからあの肩書きはやめましょうって言ったの、みんな肩書きじゃ、
班長さんが見守りのリーダー、何言ってんだ、全然無理だよね。そんなことやらせてできると思う？副審員さんにやらせるなんてね、悪いけどね、無理ですよ。副審員さんを転生式で選んだら別だよ、そんな選んでるとかありませんよね。あの言っとけば無理なものは無理ですよ。いいですね、いくらやらせたって1年間何もしてませんよ、調べてません。無駄だこれ、本当の無駄ね。僕なら絶対やんないね、そういうことはね。はい、次いきますよ。はい、次いきます。はい、もうあと何分。はい、でいいですか、助けの権益を町内では無理よ、皆さん工具では無理、これ現実なんですよ。マップ作って分かったことは、さっき言ったって50しか分かんないの、人間って50しか分かんないの、分からないのは分からない。もう100世帯でマップ作ったんですね、この辺り分かんないって。結局白紙ですよ、その辺りね、周辺はね、どうしようもない、これだけ人間の生物学的限界だから。50はまさに地域の助けの場なんです。助けの場ってちょっと大きすぎね、50はね、50大きすぎる。まあ限界領域と僕言うんです、最適じゃない、限界領域、これ以上もう絶対無理。だから町内会300世帯で助け合いの町作りましょうなんて、もう絶対やめて、無理ですからこれはね、はい、だってこれ被災者を助け出したらみんなこれご近所の方でしょ。言っときますけどね、あの時ね、あの時彼らは戸を蹴破って入ったんだ、家の中ね。で中の人も助けてーってあららぶない声出したんだね。あの時銃は罰になったんだよな。つまりこういう訓練をしないとダメって言ったんだ僕、皆さん避難訓練は。この前言いましたっけ、避難訓練のやり方、言った言った、あ、じゃあやめとこう、はい。つまりそういう訓練しなきゃダメっていうことよ。あらららのまない助けてー、よし踏み込もう、踏み込むんですよ、汚いうちだなそれぐらいやねって、え、決まって障害者を一人先頭にやって学校まで車椅子だよ、何やってんだよな、どうしようもないんだな、はい。ね、こういう問題はご近所は知ってるという事実です。言ったでしょ、この前もね、知ってるんだよ皆さん。ご近所いいですか、町内会は知らない、知りません。300世帯は絶対見えません、これは。50世帯でも見えない、さっき言いましたね、かろうじて。まあ最初はし、まあ、向こう三軒両隣の人は知ってますよこれね、だって声が聞こえるもんね、虐待のね、そうでしょ。まあ次の10世帯正午近所、まあ、これぐらいが限界だな。まああえて言うなら50世帯って世話焼きの連合がなってますから、世話焼きのネットワークがね情報をキャッチしますからね、そこですよ、それ以外はダメだから。つまり極めて、しかしその小さな権益ではニーズは見える、福祉問題は見える、これを生かさないとね。あ、だからここは地域福祉の基本権益なんです。ここに問題が発生し、ここに言えば問題が見える、ね、そしてそこに世話焼きという存在がいる。あ、いいじゃない、どうですか、これを利用しないで。これを利用するためのね、それこそサッカーだったらまず何ですか、フォワードじゃなくて、これはフォワードでしょ、だからミッドフィールダーがいい、ディフェンダーがいい、ゴールキーパーがいい、そうでしょ、いろいろ。日本はこれがダメだったんだ、ね、今回はな全然ダメだ、ね、ディフェンダーがそうです。ここをきちっと、それぞれは持ち分があって、中心はフォワードなんですよ、やっぱりね、点が入れなきゃしょうがないんだからね、点を入れるってことは問題を解決するっていう、そこは最前線ですね。いいです、これが中心なんです。ところが自治会が多くと、皆様やる自治会の事業にしちゃうのね、活動をね、自治会で見守り事業とかなんとか言っちゃうんです。そうじゃん、ご近所でやってもらうのを、自治会はいくつかのご近所を後ろからね、こうバックアップするんですよ。どうしてもやっちゃうの、もうそれやる気あるのはいいんだけどね、ダメなんですよ。やっぱ500世帯でやったってね、ダメ、やっぱり50で、かろうじて50ですよ、これもね。もうこれもう守らないとダメですね。だから地域ってのは住民にとって左なんですよね。50、500、5000、5万世帯、いいですね。権益って言うんです、これ地域ではね。地域ね、権益になってるんです、権益になってる。50、500、5000、5万世帯、いいですね。今福祉関係者は左のご近所を意識してません、僕だけ。だから国の委員会に僕を入れてもらったんで、ご近所、ご近所、もうご近所、また木原さんのご近所かなってね。もうやっと認めさせましたよ。しょうがない、人間は50世帯で生きてるんだよ、しょうがないじゃん。学者みんな知らないもんね、机の腕が考えてるだけでしょ、みんな知らないよ。そういうことです、存在するんです、ご近所は。一番重要な権益ですね、助け合い権益。
あと500、5000、5万、これはもうこれのバックアップ体制、第1バックアップ、第2バックアップ、第3バックアップ、ね、そういうこと、その役割はちょっと違うんです、権益に交付と自治会とね、はい、ですね。で、ご近所活動のメリットはもうこれ、これ後で配りますね、配りますからね、この映像はね、後で配りますから、今見ちゃうとつまんねえから、後で配ります、いいですね。いいでしょう、こんなにいい場所ないじゃないよ、ご近所、見てください。ね、一つ一つ、ね、後で見てこれね、はい、いいですね、地域は。で、この前言ったっけ、これ、あの右の2人が皆さんのような方です、普通のおばさん、普通のおばさんがここで、これ大体100人30世帯ですけどね、ご近所ケア会議やってたのよ、この人たち、これ世話焼き、この人たち小世話焼きだね、集まって、私は誰の世話してるけど今こういう状況報告しちゃうの、月1回。その中でちょっと重い問題を抱えた人が、これ96のおばあじいちゃんで、93のばあちゃんが入院しちゃったんで、息子は夜帰ってくるだけで、昼間一人暮らし、96でちょっと危ないな、だもう何もしないと、もういくらサービス入れてももうショートステイに入るよりしょうがない、それじゃあこの人は人間らしく生きたことにならない、いいですね、やっぱりここで行きたいって言うんだよね本人は。じゃあどうするかってんで、で左 の、 あの金子っていうケアマネを呼んで、彼女たちが呼んで、でケアプラン作って、で、水曜日はで毎日ヘルパーを入れることにした。それだけでもダメなの、その、あの隙間をこの人たちが埋めて、まずね、このじいちゃんの希望でね、まずこの4人が立ってましたね。今から言います、何をするかね。でこれで大変な時はこれがカバーするというふうになってるんですね。で何をしてるかというと、このおばちゃんたちが、この支援っていう部分ですよ、支援、これね、これ実は毎日なんですよ。何やってるかというと、クーラーの調節と、ね、食事サービスの配膳、デーの準備、服薬、薬飲ませる、こういうことをずっと今度さっきの4人がやってるんですね。つまりぴったりと空白を埋めたでしょ。だから生きていかれんだよ地域でね。で同日は息子が入るの、ね、同日は息子だから家族と住民の支援とプロの、これからぴったりと、それを調整してるのは、あの、ね、普通の奥さんですよ。つまり住民の方がやりってことは初めて分かったね。僕はケアマネにこういうことやれてたね、住民と一緒にね。しかしケアマネはやる気は全然ないな、もう諦めた、僕プロはダメじゃなくて、おばあちゃんがプロを使い、住民を使い、上手に調整してあげたらできたじゃん。そして息子さんも参加させるんだよね。だから守秘義務の問題なくなっちゃったね。そうでしょ、守秘義務の、いやこれやってる位置はね、何かというとここなんです、ここの権益なの、300から500ね、ここにいたわけよ、あの人はここにいて、だから当然老人会や自治会とも連携してるわけ、あれね、今の活動はね、いいですね。でほら、この中のご近所ごとに、今一つのご近所でやってるんだけどね、まあ束ねてやってるようなもんだけどね、ご近所ケア会議やってる、ケア会議で普通市町村でやるでしょ、プロだけで住民入れてないでしょ、ああじゃないんだよ、正解はご近所ごとに、ご近所で実際に関わってるおばちゃんたちを中心にやって、そして必要な時はプロを呼ぶと、その調整役を、この町内会検疫にいる人ならやりいいでしょ、こっちが工区にいるでしょ、事業者なんか ね、これでご近所ケア会、今これを提唱してるの。だこのために僕は今ご近所の助けを後方支援するご近所サポーターの活動指南書を作った。これは私のホームページからそのままダウンロードできますから、欲しい人これ置いときますけどね。今これは今大事なのはこれなんです、この存在、あそこにいる存在は、ここね、この権益にいて、後ろのご近所にご近所警戒をしたくやっていって、それで養子縁養会話を支えようってやつよ、支えようってやつよ、もちろんプロと一緒によ、一緒によ、そこです、それが今一番求められてることなんですね、はい、だからこれあれは世話焼きですよね、世話焼きフォワード、それを後ろからミッドフィルダー、ね、司令塔ですね、ということですね、はい、これ見て、あと何分、ちょっとね、きゃあと15分か。これはね、今北海道で民生員たちにマップを作ってもらってるんです。今ね、北海道は民生児童院連盟、道の民事連と僕とで、毎年4カ所ぐらい地区民協にモデル地区になってもらってマップを作って、マップ作る目的はもうこれだけだからなんです。これはまだ見てないね、初めて見た、全員
彼は足元でマップを作ってみたらね、まあ、これが5つぐらい持ってるわけですよ。ここで驚くべし、彼は本当はねモデル地区なんで嫌がったの、忙しいんだから民生は普段でも忙しいのにまたマップ作りなんて面倒だ。しかし木原作ってみたら驚くべし、これが世話焼きですよ。ほらね、これが大物でしょ。10人だから大物、大物、中物、中物、4人の大中、4人に囲まれて、今日さん俺よこれからこの4人とつながればいいんだよな、あとはもう私たちが土屋さんやりますからねってこうやってんだよ。やってんでしょ、やってくれてんだこの4人が。だからいいんですそれでね。だからこれミッドフィルダーでいいわけですよ、でしょ。それにね木原さん驚くです。養援護者ってこれみんなこれですよ、養援護者でしょ、全てに必ず 2,3 人の手が入ってるって驚いたって、びっくりしてたよ民生。地域ってすごいね、ゼロないですよ、ゼロないんだよね、キャラスゼロってないんだよ、みんな1人から3人関わってんだよ、養援護者にはね、見て全部変わってるよ、1人残らない、いや地域ってすごいねってびっくりしてましたね。そういうことです、こういうこと、地域は。だからこれで分かったでしょ、土屋さん俺はミッドフィルダーでいいんだなっていうこと分かりますね。だからもう世話焼きを探せ、まあどうでみんなで民生世話焼きを探せ、はい。で地域でね、もう一つこれ知っとかなきゃいけないのは、助け合いはこの前言ったかな、地域で助け合いやってる、唯一のグループがあったんです。それはセルフヘルプグループだっていうことであったんですね。なぜかというと同じ問題の人たちが助け合ってるのはこれはもう当たり前なんだな。で社会社会教育が大変だ、ここはもう一人暮らしばっかりで見守りボランティア要請しなくちゃ大変だって言ってたのよ僕にね。そんなことない、つまりこう考えるの、福祉官これだけの対象者いると思っちゃうのね、ね、福祉関係者違うんだよ。で違うよって言うんで僕は彼を連れてきてここにね、で12、3人のおばちゃんにね聞いたの、あなたはどうやって自分の安全を確保してるの時でしょ、私は前の南郷島の人と夜電気がついたら元気でやってんだよ、あなたは、私はね前の南郷島の人とカーテンが開いたら元気になってるって朝ね、みんなこうやってね向かい同士で助け合ってたのよ。これ一人暮らし宅が集まる一人暮らし、つまり各棟ごとに一人暮らしが集まる部屋があってね、あ今日は誰来ないねってやってんだよ、これが彼女の安否確認スポットだよ。プラスリーダー級がみんな一人暮らしですよ、電話訪問と自転車訪問してましたね、もう完璧。社協どうだったら消えるさん、やることねえやって、これはセルフヘルプグループの走りなんですね。つまり養援護者同士は助け合うんですね。これは一つの住民の資源でしょ、そういうことよ、住民資源いいですね。そうするとこういうグループができたらね、いろいろね、見てみましょう、ほら夫がいるからストレスになってしょうがないっていうグループの、ねね、これはゴミ屋敷の予備軍、今本人の顔できてますね、でもね何でもあるよ今。つまりこのグループはね助けをしてるのは当たり前の、自分の問題を出してから始まるんですよこれね。さっきのほらさっきのオープンにする、あそこから始まるんですよ。だからかもう隠すことねえんだよね、だから助け合いは自然に始まる、要するにセルフヘルプグループでやってたんだよ助け合いね、そういうことですよ。こうやって見てた小連れ回るのかなんかいいですよ、結構いいことやってるよ、皆さん見てマンションの中でやってるよ。今の若い人はねボランティアは好かないの、嘘くさいって言ってるの。何が好きかって、セルフヘルプグループ的なものが好きなんです。自分の悩みをね共同化していく、連帯していく、これのが好きです、今の若い人は覚えてて。だからマンションではマンションバムの会なんてねやってますから調べてください、ものすごい助け合いしてますよ。僕は学生がやってるの驚いたけどね、学生たちがね、もうこういうことです。今はセルフの時代なんですよ、みんな自分の問題から発するんですね、人の問題じゃない、自分の問題か、それを共同化していって、そしてそのノウハウを同じ種類の人にお裾分けをしていくっていうね、これです。これは覚えてて、この発想をいらないとね、住民力は弱くなりますよ。で最後は助け合いどこまでやるのか、見守るだけじゃしょうがないね。さっきの話に戻ります、自宅で頑張りたいっていう人が少なくなったんだけど、願いはあそこなんだよね、一番右端のね、自宅で頑張りたい、自宅で頑張りたい人をさせるには何と何をしなきゃいけないかというとね、こうなんです。安全を確保、見守るだけでしょうがないよ皆さん、これからね、困りごとにも対応しなきゃいかんね、そうでしょ。それから介護はしてもらえるけど、介護のサポートはしてもらわなきゃいけないね。お嫁さん一人でサポ介護させときゃいいってもんじゃないでしょ、サポートしないとね。そして
右端があるんですね今はね。これはもう何回も言ったと思うんですけど、国もちゃんと言ってるんです。どんな要援護状態になろうとも住み慣れた家や地域で安全かつその人らしく生きていけるように住民とプロで支えること、これを地域福祉と言うんです。もう一回言いますよ、どんな要援護状態になろうとも、だから寝たきりになろうともですよ、意見妥協なし、住み慣れた家や地域で安全は当たり前かつその人らしくその人のライフスタイルを全うさせましょうということや、自己実現させましょうということ、皆さんそうでしょ、その人らしくということは認証になったら、私はサロンやりたいったらサロンに入れてあげんの、私は趣味やりたいったら趣味入れてあげんのですね。それが右端なん、ここまでを今福祉というんですね。みんなね今左端だけだと思ってるのね、ちょっとな左端だけじゃね。でこれを誰が支えたらいいかをさっきの公助と自助とね、あの共助で分けてみると、なんで共助じゃないかということがあったら、結局共助なんですよ、この営みをね支えるのは。どう考えてもね、工事は目立つけどね、大したことないんだ、あれは目立つけどね、うん、つまり工事ってのは何だと言います、緊急措置でどっかにぶっ込むというもんだよ、変な言い方するとね、そういうことですよ、緊急措置です。僕はね、収容施設でね何年かの若い頃勤めたことありました、重度障害者はね、分かりましたね、施設というものはね応急措置なんです、とりあえず入れてきますからなんとかなったらねまたいいとこに行きましょうっていうね、応急措置が永遠の応急措置になっちゃったのが今の施設ですよ。とりあえずはとりあえず入れちゃいますとりあえず、まあ、3度は滅死がでどこがあんまり暴れないようにさせておくというのが施設です、皆さん。そうですよ、そういうことよ、人間らしき生き物はそう思わないで、ね、あったでしょ、どうだっけ、うん、あの拳園って話したっけ、長岡の特養を全部入所者をうちに返しちゃった人っていう有名になった施設、 NHK のニュースウォッチ9でやりましたね、僕見てなかったけど、ね、まあ、我々関係者知ってるんです、拳園長岡の、でその理事長が出たらしいんだね、でなぜ地域に返したんですか、今ゼロになっちゃったな施設はね、なぜ返したんですかって言ったら、我が施設でできることは介護だけですからって言ったって、おむつ交換ぐらいできますよ、あとダメですよ、あとダメですよということよ、理事長はそういうことで、これが本音で、あそこで豊かな生活、特に職員がね変なこと言うね、うちで豊かな生活を送りますなんてやめてくれって言って、ね、無理ですよそれはね、とりあえずの応急措置です、公的サービスってのはね、あとは住民の中で生きていけるためのね、そのための準備段階ですよ、応急措置です、応急措置、ちょうど仮設住宅ですよ、仮設住宅、皆さん仮設住宅行ってください、どんなに不遇か、仮設だからしばらく空き直したっていつまで行きんの、あそこにいるのね、応急措置っていうのはね酷なもんですよ皆さん、はあ、ちょっと一度行ってみると分かんない、残酷ですよ、一応生きてるけどね、一応生きてますから、これはひどいもんですよ、はい、いいですね、はい、ということで共助ですよ、やっぱりね、でも共助が強くなるようにしょうがない、強くなるようにねしょうがないですね、そういうそのかわり、いいですね、はい、はい、これやめとこう、これはですね、これ認証のおばあちゃんですけど、ほらあちこち行ってんのね、趣味グループ入れてくれ、ゲートを入れてくれ、サロンに入れてくれね、ほら豊かに行きたいってことでしょ、要介護者はやっぱり豊かに行きたいと思ってますよ、家族はもう諦めてると思ってるんでしょ、いやもう窮地だからいいじゃんかってね、ああね、そうじゃない、本人はね豊かに行きたいと思ってるんです、面白いね、いいですよ、そうですね、そうやる、これをそのまま実現することです、ね、入れてあげればいいんで、入れてあげればいいの、入れてあげるです、それが共助です、どうってことないんですね、入れてあげる、はい、いきますよ、これやめとく、時間がない、もうやめましょうあ、これ最後にしましょう、これ最後、見てください、今の仕組みこうです、自立させない仕組みですか、でまずケアマネージャーはもうすぐサービス入れるでしょ、サービス入れ症候群ってなれケアマネね、次民生委員もサービス、昨日おとといだったかな、民生に言われて、ああ今日はショックだった、私たち民生でサービスつなげることだと思ったなんて、違うんだよ、ええー、なんてね、びっくりしちゃってね、本当違うんですけど、違うんですよってね、もう全部サービスつなげ、住民もサービス行けでしょ、家族もサービスも、それみんなサービスに誘導してん、本人はそれでも地域で頑張ると思える、これよほどの頑固者じゃなきゃダメだ、これ
で左入れちゃったらもう捕まったらかもう離さないね離さないね、自立させようと思う。あ、おばあちゃんもうそろそろ自立ですからもうやめましょうなんて言う、事業所は言うはずないじゃんね。何言ってんだろうね。もう一回捕まえた客を離すなんでしょそうでしょ。だから企業を入れたっていうことはそういうことだっていうことを忘れちゃいけないよね。皆さん社長だったら話す、こいつはそろそろ自立だなんて違うねんじゃないかクビですよ社長ということで、皆さん自立させない仕組みが今地域で、つまり自立さない地域で人間らしく努力していきなさいということを誰もさせない仕組み、これでも頑張ろうっていう当事者はまあちょっといないな。これが介護保険十何年の慣れの果てだということですね。ちょっと時間がなくなってすみませんけども、はい、ちょっとこれだけは喋んなきゃいけない、これでも急いだんですよ。まだあるんだけどね、まあいろいろあるんですよ。まあ住民流ですね。住民はあくまでだから当事者が主体で、当事者は地域で豊かに生きていきたいと要介護になろうと思う、その人を主体になってるんですよ。だからこうやってその人を主体の、その人を生きていけるようにするためにどうするかっていう話ですから、そうするとやっぱり住民が入れてあげればいいことでしょ。さっきみたいにね、みんな入れてあげれば皆さんどんな認証になっても何でもできるよ。そうでしょ、グランドゴルだってね、のゴミ系ね、入れてあげる入れてあげる入れてあげる、それだけのことでしょ、うん、ということで地域はもうかなり地域の共助の力によってしてあげなきゃいけないようになってる。それは本人が求めてるからですね。その本人が主体な福祉が地域福祉ですからね、住民っていうのは。そうでしょ、うん、関係者なら全部こうやって入れちまえばいいんだよな、楽でしょ、みんな入れちまえばいいんだよ。おお、そして誰もいなくなったって地域はいいです、皆さんはいいですか、これで。だからこれ頑張ってるの国だけです、厚労省だけです今頑張ってるの。もう事業所みんな冷ややかな目で国を見てます。いつまでも在宅在宅、非現実的なことを国は言ってるなんてね、うん、そういう状態です。変な話になっちゃったね、無理だ非現実的だなんて、ね、言ってるんですよ。つまり自立して生きるってことは楽じゃないんですよ、本人もね。それは大変ですよ、一人暮らしで認知症で生きるってことはね、もうそれはぼやを出すギリギリとかあります。それでもやっぱり生きていく良さがあるんですね。朝から起きて戸を開けてね、窓を拭いて何していこう、これすごい自立だね、これね、すごいよ、こんないい自立の、ね、目にはないよね。これ入れちゃって入ったら何したでしょう、老人ホーム見たら何します、朝になったらトレー持って食材を行って次のとまたトレー持ってみんな並んでます、行ってません、東京につまんねえなとボーって見てて、手出るの手出ないで見て行ってください。だってすることね、うちだったら大変だな、ボケてやおうが一日やることはね、あれが自立で、辛いけどね、辛いけどしんどいけど、それを選ぶかどうかだな。それ入れちゃった方が楽だ、楽、いや、やる方も楽だしね、の本人も楽だけど、まあそうですね。これは住民流です、どうですか、いかがでしょうね。だからこれをもとに皆さんは地域で何ができるかということになりますね、うん、お、3時になっちゃった、まあ、ちょっと考えてくださいね。もう今日はちょっと突然だからだけど、ね、最低これだけのことは詰め込まなくてしょうがないんでね、それを含めて次回はマップ作りありますね。マップ作りの入門編映像で見ていただきますね、まずね、まあ、その中でちょっとこの話も、当然マップ作りというのはさっき言った通り、住民がこういう営みをどうしているか、きれいに表にすることなんですね、浮き上がらせることなんです。面白いでしょ、見える化するんだ。つまりこれをよくなってなきゃ、今ソーシャルキャピタルって言いますね、知ってます、ソーシャルキャピタル、社会資本、変なんや、社会資本って言うと変なんだけどね、ソーシャルキャピタル、住民が知らず知らずのあてに蓄積した人間同士の助け合いと触れ合いのね、全体をソーシャルキャピタル、それがそのままマップできれいに見える化するんですね。マップはね、いいでしょう。それを使ってあとはどう助け合いの街を作るか、もうこれもう基本的な部分が出ましたからね、あとそれをどう操作するかね、これは面白いんですよ、マップはね。まあこれも難しいんですよ、これ、インストラクターを今要請してるんですよ。昨日もインストラクターのマニュアルをできて、またホームページに引き出せますよ、皆さん、ただで出ますよ。
マップの技術はね難しい。なぜ難しいかというと、例えば、ね、一言で言いますとね、おばあちゃんこの辺り認知症の人いるって言って黙って言うね。でこの辺り一人暮らし多いけど何か問題ない、別に問題ないよ、まあ不親切なもんだよ地域はな、そんなはずねえだろって、そこから始まるの勝負はそんなはずはねえだろってね、うん、言わないんです。住民教えてくれないの、なかなかそれを引っ張り出すんです。取り調べですよ。僕のマップ作り見てどっかの刑事の取り調べに似てるって、うん、だから今なんとか、まあ本当にこれマップ作りの技能者もね欲しいんですよ。誰か目覚めたらなってみてよ、厳しいよ、指導員ですね、指導者、面白いと思ったら乗ってみて、うん、厳しいですよ訓練は。まず雑巾かかるさんがはい、ということですね。ちょっとオーバーしました、すいませんね。こんなところで今回はね、はい、テレビさん拍手。